こんにちは、スプレッドライダーの堀内玲です。2324モデル、僕が乗るのは AXF の1号 2cm、サイズ展開がちょっと変わります。変更点は基本的にフルモデルチェンジをしてて、ウエストが細くなって、ちょっとトップのノーズとテールの形状が少し変わりました。で、大きく変わったのは軽さ、まずすごく軽くなったっていうのと、バランスを調整してセンターを落としてます。なので従来のモデルより扱いやすくて、いろんなトリックに柔軟性があって、操作性も抜群に上がってると思うので、ぜひ楽しんでください。ノーリーとかでエントリーでこうバーンってこう反発がめちゃくちゃもらえる感じで調子良かったです。もう来季買うことは決めました。まず軽いのと、柔らかい乗り系がすごいやりやすかったっていうのはあります。で、乗り系だけじゃなくて、やっぱりノーリーをしっかり踏むと反発がしっかり返ってくるので、めちゃくちゃ面白い板でした。今のところ自分はもう買おうかなっていう感じです。はい、AF150 乗らせてもらったんですけど、全体的に軽くなってて、取り回しがすごいしやすいです。ランを主体とするにはちょっと150だとちょっと170ぐらいの人だと安定性には欠けますけど、全然乗れないことはないので、かなりいい板で出来上がってると思います。今使ってる板がダブキャンなので、ちょっと最初違和感もあったんですけど、その代わり弾く系っていうか、高回転でスピンとかしたい人とかにはちょっといいかなっていう思います。